阪神は1点リードして4回、ランナー2人を置いて7番リン。昨日1軍に復帰したばかりです。力まず振り抜いたという1号スリーランホームラン、4対0とリードを広げます。阪神の先発はオクスプリング。ランナーを出しても落ち着いて要所を抑えました。5回までオリックスをヒット1本に抑えます。阪神が4点リードのまま迎えた6回、再びリン。2打席連続、今度はソロホームランでした。投打が噛み合った阪神、オリックス戦の連勝を9に伸ばしました。